世界が認めた。ナンバーアンダーラインアイ、CDTV ライブ。ライブ、パフォーマンスへの海外からの反応が熱すぎる。デビュー当時と今のナンバーアンダーラインアイを比較。CDTV ライブ。ライブで見せた成長に感動。昨晩、テレビで放送された CDTV ライブ。ライブでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、まさに圧巻でした。 3人がステージに登場した瞬間、まるで魔法にかけられたような感覚を覚えたファンも多かったのではないでしょうか。最新アルバム、INZM からの楽曲をフルサイズで披露する彼らの姿は、これまでの活動を全て詰め込んだかのような完璧なパフォーマンスで、視聴者を魅了しました。この日、n o ー,ア,ンダーラインアイのメンバーたちが披露したパフォーマンスは、まさに圧倒的なものでした。翔くん、そして神宮寺くん、 岸くんの3人は、まるでそれぞれが一つの楽器のように、完璧な調和を生み出していました。その姿は、まるで長年の絆や経験を積み重ねたからこそ成し得るもので、彼らがどれだけこのプロジェクトに情熱を注いできたのかを感じさせます。彼らのパフォーマンスの後、インスタグラムや TikTok のライブ配信も行われました。ファンから寄せられる応援のコメントは終始途絶えることなく、 特に翔まません、でしたショ君今日も最高だった、いつも褒めてくれてありがとうといった声が次々と届き、彼自身もそのリアクションに対して感謝の言葉を返していました。このようなファンとのやり取りこそが、彼らが愛される理由の一つなのでしょう。また、彼らの音楽活動を支える要素の一つとして、ファッションやヘアスタイルに対する徹底的なこだわりが挙げられます。例えば、 ショー君がよく着用するというイヴ・サンローランやルイ・ヴィトンのサングラスは、ファッションセンスに対する彼の鋭い感性を示しています。それらのアイテムを使って、常に新しいスタイルを提案することで、彼は音楽だけでなく、ファッションの分野でも大きな影響力を持つ存在となっています。そして、今回のライブで見せた彼らのパフォーマンスには、ただ単に技術や練習の成果だけでなく、 3人が共有している特別な絆が感じられました。その絆は、まるで舞台上で息を合わせるように、リズムやメロディー、視線までもが一つに溶け合っていく瞬間に見られます。翔くんが笑顔で岸くんと視線を交わし、神宮寺くんがその流れに乗っていくシーンは、多くのファンにとって忘れられない瞬間となりました。もちろん、このような完璧なパフォーマンスが成立する背景には、 彼らがが日々どどれほのの努力を積み重ねてきたのかという事実があります。ライブの前には何度もリハーサルを行い、細部にまでこだわり抜いた結果、今回のような圧倒的なステージが生まれたのです。その努力があってこそ、彼らは音楽シーンで常にトップを走り続けることができるのでしょう。さらに、彼らの楽曲の素晴らしさはもちろんのこと、その表現力や演出力が多くの人々に深く響いているのも事実です。 特に、日本だけでなく韓国や海外のファンからも高い評価を受けていることは、彼らが世界的なアーティストとして成長を続けている証拠といえます。実際に、SNS 上で見られる反応は国際的なものが多く、ナンバーアンダーライン愛は間違いなく今後の音楽シーンをけん引していく存在だと評価する声も少なくありません。また、彼らがこれまで築いてきたキャリアの中で、多くのファッションアイテムやトレンドを取り入れつつも、 常に自身のスタイルを貫いてききたこともすすべき点です例えば、ステージ上で見せる衣装や小物の選択には、常に彼ら自身のこだわりや美意識が反映されています。それは単なるパフォーマンスの一部ではなく、彼らのアイデンティティそのものを表現する手段でもあります。今回のパフォーマンスの中で、彼らは新しいアルバム、INZM の楽曲を披露し、その世界観を余すところなく表現しました。 それはただ音楽を届けるだけでなく、観客に彼らの物語を感じさせるような力がありました。まるで彼ら自身がステージ上で一冊の本を読み聞かせているかのように、一曲一曲に込められた感情やメッセージが、見ている人々の心に深く響き渡りました。彼らの進化は、まることを知らないでしょう。ナンバーアンダーライン愛は、音楽業界の中で独自の地位を確立し、その存在感を日々強めています。 今回の CDTV ライブ。ライブでのパフォーマンスは、彼らがいかに現在の音楽シーンをリードする存在であるかを改めて証明するものでした。これからも、彼らは多くの挑戦を続け、新しいステージやプロジェクトに取り組んでいくことでしょう。例えば、次にどんな楽曲を制作し、どのようなコンセプトでファンを驚かせてくれるのか、すでに多くのファンが期待を寄せています。 3人がそれぞれ持つ個性と才能は、融合することで無限の可能性を生み出すだけでなく、新しいジャンルやスタイルを開拓する原動力となっています。また、これからの活動では海外進出の可能性も高まっていると言われています。彼らの音楽が日本だけでなく、世界中のファンに届くようになれば、その影響力はさらに大きくなるでしょう。彼らの音楽やスタイルが国境を越えて広まっていくことで、 多くの人々が彼らの魅力に触れ、共感し、応援してくれることは間違いありません。ファッション面でも彼らの革新的なセンスが注目されています。多くのファッションブランドとのコラボレーションや、新しいスタイルを取り入れた衣装でのパフォーマンスは、常に話題を呼んでいます。これまでのアイドルグループとは一線を画す、その独自のスタイルは、今後も多くの人々に影響を与えることでしょう。彼らが見せるビジュアルは、 単なるステージ衣装にとどまらず、ファッションのトレンドそのものに直結しているのです。また、彼らの音楽性もこれからますます進化していくことでしょう。ジャンルにとらわれず、さまざまな音楽要素を取り入れる彼らのスタイルは、常に新鮮で、多くのリスナーにとって刺激的な存在であり続けます。アルバム INZM に収録されている曲はその一端に過ぎず、 これからも彼らの音楽的な冒険は続いていくはずです。ファンにとって嬉しいのは、彼らが常に感謝の気持ちを忘れずにいることです。ライブ後の SNS 配信やファンクラブでのメッセージなど、彼らは自分たちを応援してくれる人々への愛情を言葉や行動で示してくれます。このような姿勢があるからこそ、ファンとの絆はますます深まり、彼らの活動を支える大きな力となっているのです。今後 ナンバーアンダーライン愛がどのような活動を展開していくのか、ファンとして期待せずにはいられません。そして、その先には新しい音楽やパフォーマンス、ファッションでの挑戦が待ち受けていることでしょう。彼らがどんな未来を切り開いていくのか、その一歩一歩を見守ることができることは、ファンにとって何よりも貴重な経験です。結局のところ、彼らが生み出すものすべてが、私たちに新たな驚きと感動を与えてくれます。 彼らがステージに立つたびに、その場所は特別な瞬間に包まれ、見ているすべての人々の心を一瞬にしてつかんでしまう。その力こそが、ナンバーアンダーライン愛が唯一無二の存在である理由であり、これからも音楽シーンを引っ張り続けていく原動力となるのです。これからも彼らの新たな冒険を一緒に楽しみ、彼らの音楽がどのように進化し続けるのかを見届けていくことが、私たちファンにとって最大の喜びとなるでしょう。 彼らの未来には、弦の可能性が広がっており、その一歩一歩が私たちにとっても大きな意味を持つことは間違いありません。翔くんの新しい髪型にも驚いた方も多かったと思います。普段のクールなイメージとは一転して、今回はシルバーヘアにパーマがかけられたスタイルで、少年的な無邪気さと大人の色気が共存しているようでした。それはまさに、翔くんが持つ多面的な魅力を見事に表現したもので、 彼の表現力の幅広さを再認識させられました。ファッションに関しても、ストリートテイストを取り入れた衣装が目を引きました。ストゥーシーなどのトレンドブランドを取り入れつつも、彼独自のスタイルを確立している様子は、さすがと言えるでしょう。パフォーマンスの中で特に印象的だったのは、3人の息の合ったダンスと歌唱力でした。ライブバージョンでのハイパーバンドアレンジは原曲のエネルギーをさらに増幅させ、 ファンにととって新鮮なな驚きとなりましたテレビ初披露となった今回のステージでは視聴者を巻き込みながら彼ら自身がステージを心から楽しんでいる様子が伝わってきました。そんな中でも翔くんのシルバーヘアが照明に照らされて輝くシーンは特に多くの人の記憶に残ったことでしょう。このライブを見ていたファンの中には翔くん、 こんなななにいいいいろろ髪色やヘアスタタイルを変えるタレントはいない彼のどのスタイルも全部似合ってしまうのが本当にすごいといったコメントが多く寄せられました。彼の多様な表現力は、見る者にとってまさにワクワクさせられるものであり、彼自身もそれを楽しんでいるように見えます。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスの中で、髪型や衣装が毎回異なるということは、彼らのビジュアルだけでなく、楽曲そのものの多様性や奥深さも示しているといえます。 最後に、このパフォーマンスを通して感じたのは、ナンバーアンダーライン愛の3人が持つ無限の可能性です。彼らはこれまで多くの壁を乗り越え、自らの音楽を追求してきました。そしてその結果、生み出された彼らのパフォーマンスは、まさに彼ら自身の成長と進化を象徴するものとなっています。ファンにとっても、このような瞬間に立ち会えることは何よりも幸せなことです。今後、 彼らがどのようなステージを見せてくれるのか、そしてどのような新しい音楽を届けてくれるのか、期待は膨らむばかりです。ナンバーアンダーライン愛の3人は、これからも私たちに驚きと感動を与えてくれることでしょう。その輝きがますます増していくことを、これからも見守り続けていきたいと思います。